番付発表の日を迎えて新入幕の喜びというのはどうですか？そうですね、もう幕内はやっぱ目標もしてた一つなんで、まあ、こう番付にの一番に乗れたんで、まあ、嬉しいです。まあ、そうですね、入門当初で最初怪我して、まあ、そこからずっとリハビリと、まあ、幕下が長かったんで、まあ、ちょっと本当折れそうになったんですけど、まあ、師匠がいつも声かけていただいたんで、まあ、それでもう支えになってました、ずっと。でそれで、まあ、幕内上がったんで、まあ、やっと、まあ、恩返しできたんじゃないかなと思ってますけど、そうですね、やっぱり腐らなかったのはですね、やっぱり怪我、まあ、相撲力士の場合は怪我はつきもんですけど、もういいやっていう投げやりにならずに、やっぱりコツコツとできやってましたからね、必ず結果は後でついてくると思ってたんで、それが一番下の子供たちもそれを見て、力士たちもそれを見て、頑張ろうっていう気持ちになったと思いますよ。いや、勝ち始めたらボボッといくんですけど、負け始めたらもう連敗はどっちかですよ。もう勝ったり負けたりは しないと思いますよ。勝ち続けたらバッといきますし、負けたらもう本当にとんでもない負け方しますから、まあ、あとは本人の気持ち次第で、だからあんまり期待はしてませんまあそうですね、もう気負わず、まあ、チャレンジャーなんで、もう一番一番本当に自分の相撲を取り切って、勝った負けたで、まあ、気にせずもう取り切ろうかなと、15日間をもうそれだけしかないですね、今は。まあ、最初の、まあ、令和1元年ですかね、まあ、思い切って、まあ、暴れれたらいいんじゃないか、特にそうじゃないですけど、そうですね、まあ、師匠が言う通り、ばって三役いくかもしれないっていう、まあ、期待を込めて言ってくれてるのもあるんで、まあ、それは自分はそれに応えられるように、場所で結果出すしかないんで。まあ、稽古して、まあ、頑張るだけですかね。